ローハンプトン大学は、イギリス、ロンドンの国立大学である。前身であったロンドン大学を経て、イギリス南西部のギルフォードに位置する名門サリー大学に属していたが、2004年に同大学から独立し、ユニバーシティ・オブ・サリー・ロハンプトンから、ユニバーシティ・オブ・ロハンプトンと正式に発表された。ローハンプトン大学は、近代的な大学として認知されている一方で、 大学を構成する教育学専門であった4つのカレッジの歴史自体は古く2016年には175周年を迎えた。文学と教育学においてはイギリス内でも特に歴史と実績を誇り多くの教育学者や文学者を輩出している。2014年度にはイギリス教育機関からイギリスで最もリサーチレベルの高い近代的大学と評された。 2015年同期に教育学、児童文学の第一人者である大英帝国栄誉勲章受賞者のジャクリーン・ウィルソン氏が同大学の理事長に就任した。ロンドン南西部のゾーン3に位置するキャンパスは4つのカレッジで構成されており、近代的な図書館やカフェ、バー、レジャー施設等が備わる。王立公園であるリッチモンド公園の一部でもあるキャンパスは、 実に26エーカーの広大な敷地があり、森林、草原、池等自然に囲まれている。ローハンプトン大学の母体である、ローハンプトンインスティチュート・オブ・ハイヤー・エデュケーションは1975年、創立し、19世紀に起源がある4つの教員教育のカレッジによって形成されていた。以下記載設立当初学位は、ロンドン大学によって学位が授与されていた。リの生徒は、 ロンドン大学の施設へのアクセスも可能であった。1984年、ローハンプトンインスティチュートは、ロンドン大学との関係から独立した後、サリー大学と関係を結びサリー大学から学位を授与されるようになった。サリーとの関係は、サリー連邦大学との関係が平等となり、サリーローハンプトン大学と名前を変えた2000年1月1日からより一層強まった。 両大学が共に関係を保っていたまも、同大学とサリー大学は別々に機能していた。それぞれの大学が生徒を募集しており、ローハンプトンはローハンプトンのキャンパスで引き続き教えていた。それぞれの教育機関が別々に土地を管理し、スタッフを雇用し生徒を集めていた。志願者はローハンプトンとサリー双方のカスコードを別々に使っていた。 2003年後半、サリー・ローハンプトン大学は個別の大学となる、申請を2004年3月18日にし、同年8月1日に名前を、ローハンプトン大学へと変更した。ローハンプトン大学の学位は、主にモジュラー性を採用している。これは各モジュールを履修しとしに、最低120単位を取得し、卒業までに360単位以上を取る形を、採用している。 この制度によってコース選択の幅は広がり、途中で履修科目を変更することもできる。単一選考、または複数選考、フルタイム、またはパートタイム等の選択も可能なほか、大学学士課程、大学院課程に加えて、キャリアデザインに直結した資格やスキルを取得するコースもある。二千六年度のリサーチアセスメントでは、歴史、人類学、 英文学、神学、宗教学、ダンスの分野が特に高く評価され、ローハンプトン大学の研究の質の高さが証明された。2014年度にはイギリス教育機関からイギリスで最もリサーチレベルの高い近代的大学と評された。同年10月には英国資産からザベスト、モダン・ユニバーシティ・イン・ロンドンと評価される。また、 ティーチングアセスメント庫ではアカデミックスタッフレベルと学生に対する充実したサポートが評価された。同大学の教師養成や教育学の歴史は古く、現在の大学の前身である19世紀設立の4つのカレッジからの伝統である。幼児期研究、教育学、教師養成におけるその評判は現在では国内だけでなく国際的なものになった。 中でも幼稚園という概念を作り出したことで著名な幼児教育の祖である教育学者フリードリヒ・フレーベルが1892年に設立したフローベルカレッジは様々な政治学者や教育学者などを輩出した。学生数は約8500人以上で100カ国以上の国から毎年留学生が入学する国際的大学である。日本の大学からは 精神女子大学、滑水女子大学、関東国際大学、独協大学、早稲田大学と提携しており、毎年各校から数名の交換留学生が短期留学をする。スポーツ設備は充実しており、大学内にはサッカーフィールド、テニスコート、フィットネスクラブ等が完備されている。隣接した場所にゴルフクラブ場やナショナルテニスセンターがあり、 生徒たちのアクセスが許可されている。毎年の世界的テニス大会であるウィンブルドンの予選会場であるローハンプトンナショナルテニスセンターへのアクセスも可能となっており、多くのテニスの公式試合が行われている。ありがとうございます。